マジで井戸から触りまくる。やばい。痛い？カエルの子はカエル。ピョン。え？どうしたいに？やばい。ここ。ここが揺れてる。ちょっと手で見え。ちょっと手で見え。どれ？歯が。グラグラしよって。マジで。うん。マジで。ちゃんと触りまくる。やばい。痛い？初めて抜けるから。なんかね、ホワイト。もう取れる？グラグラしようとき。エニシの取れる瞬間一回も取れてない今まで。一本だけ取れたことある。あの、ね、あ餅食べたら取れてたっていうのと、起きたらなくなってたの二本なんよ今。いや歯見えたらグラグラ。前歯、ね。うん。まだ。マジでどの歯どの歯ちなみにどの歯？ここもね、あこもこれ、取れるね。そう。大人の歯が生えてきた隣の。あ、よなりか。あー、そっかそっか。うん、楽しみやね。教えてね、取れるとき。もう一個抜けるよ。もう一個抜ける？そう。それはここ。楽しみやな。エリコ、いいやって、いい。いいやって。あ、ここもゆらゆら、ここ。マジで。やめろ、やめろ、そんなにゆらゆらやばいって。じゃあ教えてよ。取れるとき教えてよ。OK 。公開。エリちゃんどうした？エリカ。そうそうか。エリカ。エッテルー。取れた。今回の原因は？何やった？はい。ハンバーガー食べよう。ハンバーガー食べようって。痛い。よし、じゃあハンバーガー置いて。歯は、歯はもらおう。わー、取れたね。歯の妖精さん。歯の妖精さん。歯の妖精にあげに行く？よかったね。よかったな、でもな。反対側も取れるかも、じゃあ。もうこっちもグラグラやるよ。うん。ああ、じゃあ、もう同じタイミングで多分、生えてくるわ、大丈夫だよ。成長記録、エニスさんの。グッド。グッド。じゃあ、ハンバーガーちゃんと食べて。ちょっと待って、前回が団子。そう、2本目は行方不明。3本目はハンバーガー。4本目は何でしょうね。何でしょう。楽しみやな、うん、なんかいつもでもご飯食べようときに抜けるな。そうね、面白いな。普通なんか自分で飲んだりしてるけどな。エリシの場合なんかもぐもぐ言いながら取れるな。そうね、グラグラ行きますよとかなく。そうやな。オッケーオッケー、よかったよかった。4本目お楽しみにしておきます。はい、いつ歯が抜けるシーンが取れるんでしょうか。そう、お疲れでした。お疲れした。そんな感じになるよな。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめの動画はこちら、あとインスタグラム、ツイッターもやってるので登録よろしくね。